視遊撃モビルスーツ小隊ホワイトディンゴの的確な判断により、アリススプリングスは無傷で連邦軍の占領地。これによりホワイトディンゴの面々には劇的な報道が世界中を駆け巡る。北米キャリフォルニア連邦軍は、放送は複数のチャンネル、北米キャリフォルニアベースの南部攻略にこれに伴いホワイト。
証拠。やっぱ新型はいい。を無駄にはしない。攻撃行動に移ります。仕掛けるぞ。
勢に入れば押される。仕掛けるぞ。
生物環境兵器アスタロス、人体に害はなく植物に寄生して宿主の成長を促進させるウイルスのような働きを持つ。本来アスタロスは兵器などではなかった。スペースコロニーでの農業生産性を向上させる研究から偶然生まれた植物寄生体である。遺伝子操作により過酷な環境でも発育できる能力を持ったその植物寄生体はコロニーでの農業生産性向上に寄与するだけでなく、荒廃した地球の砂漠化防止にも役立つはずだった。だがどんな発明にも二面性はある。砂漠でも発育できるその性質は同時に地球上の森林地帯をアスタロスで埋め尽くすことも意味していた。そして地球上の森林が破壊されれば宿主を失ったアスタロスもまた生きていくことは不可能だ。すなわちアスタロスが地球上にばらまかれれば地球の森林地帯は完全に破壊された上に最後には死滅したアスタロスだけが残るのだった。カリフォルニアベースのジオン軍科学者たちはこのアスタロスの恐るべき性質を知り、基地の陥落前にサンプルを資料をもろとも焼却しようとした。危険性が排除されるまで研究は凍結されるはずだった。だが彼らの判断は遅すぎた。カリフォルニアベースにキシリアザビ直属の特殊部隊であるマッチモニードが展開していた理由の一つはザビ家の目としてジオン軍を監視することにあった。彼らの諜報の中心はもちろん連邦軍にあったものの、彼らの目や耳はジオン軍内部にも向けられていたのだ。そんな彼らがアスタロスの存在を知るのは造作もないことだろう。全ての秘密を守るためマッチモニードはキャリフォルニアベースを脱出する際、科学者たちを皆殺しにし必要なデータとサンプルを確保した。全てはザビ家のためである。すでに人類はこの戦争で億単位の人口を失っている。戦争の結末が見え始めた今、地球にこれ以上の戦死者を出す余裕はない。だがこれほどの最悪をもたらしながらもなお戦争に勝つためだけに生態系を破壊しようと考える人間がいる。マッチモニード、ジオンの敗北という現実を直視する勇気がないばかりに彼らはアスタロスを運んでいるのだ。ごくわずかな愚かな人間たちによってこの世界が破滅の淵にいるとしたら、それに勝る悲劇はない。それは地球連邦軍の敗北どころか、地球そのものが人類の生存不可能な星へとなりかねない危機なのだ。トリントン基地。We'll be right back.
Thank you.
そこだ。バカだ、やられただろ。遅いな。All right.
かくして我が軍は目標を達成した。私はここにおいてジオン公国オーストラリア駐屯軍の全ての部隊に命じる。最終命令、月の階段を発動する。全部隊は現在進行中の全ての作戦を中止し、月の階段を最優先で実行せよ。作戦が成功し、一人の欠員もなく諸君らと再会できることを、私は司令官として切に望んでいる。